こんにちは。一瞬 OBS 固まった。なんだ？やりますか。ですね。朝、ちょっと試作してたやつがあるんだけど、それをアスクロワールドに今日は作っていきます。で、その試作をもうちょっといい感じにしたいので、もうちょっとかかります。来た。あ、来たね。はいはいはい。こちらが試作ですね。なんか重てえな、なんだ。なんかめっちゃ重いんやけど。ふんふんふん、いきますね。ふんふんふん。なんかめちゃめちゃ重いな。なんだ。12ぐらい。めっちゃ重。これ倒しちゃえばいなくなるかな。いるな。いるっすね。まあいいや。このね、これ。なんか見覚えあるかもしれないけど、去年の月からワールドで作ったやつを、なんか結構、そぎ落とし、たやつです。はい。これをね、もうちょっと改良しないといけない。やるなら、この辺がいいかな。ブロック、この辺がいいかな。これでしょ？ OK。で、いや、もう一個しよう。ここかな？このレバーにしよう。ここにレバー置いて、これを、この上のピストンと下のピストンを交互にクロックさせれたらもう完成だから、これをやります。落ちた。コンパクトに、あとオブザーバーを使わないようにしたやつ。マブロとかいらんな。これ以外ですか。これは違うワールドです。完全に。ただのワールド。ただのクリエイティブワールド。これ下げたときに、どうしようっていう。この上乗っけたら壊れちゃうよね、多分。うるせえな、なんか。これ下でしょ？ コンパクトにしよう、コンパクトに。コンパクトして、コンパクト。こうするべきとか。コンパクトオンにしたいんだけど。これできるかん。いけんわ。これをダイレクトで反対にしたいんやけど。これは？これならいけそう。これならいけそうです。けど、やっぱごつくなるな。そうだ、だめだめだめ。こうすればいいかん。ダメだわ。ちゃんと咲いた。ゴリゴリ。ゴリゴリ。去年のやつより安全なやつができたから。これを。この上にブロック置いちゃダメでしょ。これは？こう同じなんだよな。同じじゃダメなんだって。同じじゃダメなんだって。むずすぎ。今度聞かなくなっちゃった。
これ聞かなくなっちゃうな。スマートにできないね。もう一マス寄せることができるな、これね。じゃあ全部壊す。こういうことよね。ここ開けたら、はい。ガチガチなってます。うるさいからゆっくりします。あ、そっか、ここダメなのか。じゃあもう、ここ、こっちから取ればいいか、信号。これで解決するか。コンパクトや、これ。ほら。でしょ、もう。同時じゃなければいいんだ。多分。さすがにうるさいよね。さすがにうるさくない？これ。やっぱ遅延入れた方がいい。さすがにうるさい。こんなもんでいい気がする。これでよくない？これでいいでしょ、もう。それか、いや、でも、あ、ここリピーターだと両方とも動くのか。両方とも動いちゃうね。これを。ブロックいらんくね？いらん。これでいいや。いや、ダメだな。ここにリピーター打っちゃダメだ。やっぱまあまあ、これがいいんだなと。これでいいや。動けばいいかな。よし。これで OK でいこう。一応やってみるか。ああ、喧嘩してしまった。ああ、喧嘩しちゃった。剣を消してしまいました。ガチャガチャうるせえっすな。さあ、ちょっとうるさいな。これレッドストーンブロックでしょ。当たんねえな。ブロック。ここは、ここは絶対いるのか。あ、これ別に立てときゃよくね？立てときゃいいな。立てときはここ何もいらんわ。で、いや、ここにこれを置けたら最高だと思う。これを僕だけ動いてるな。いや、こうなってるでしょ。でもレッドストーンブロックを置くと止まる。ダメだな。分かんない。多分なんか邪魔してるんだろうけど。これはなんで止まるの、これ。Java 版のわからないところ。多分無理なんだろうな。こっちに置いても同じなんでしょ、多分。こっちにこう置いても。こっちにこう置いて、もうちょっとすごい、回りくどいけど。こう。こうしても、ダメだね。動かない。ピストンじゃダメなんだな。むずすぎー。むずすぎです。一旦、第一段階 OK。ガタガタしてる。ブロックでいいか。ああ、ブロックじゃないのか。ガラス。ガラス。え、ガラスじゃダメか。なんか若干ずれたけど。
もうこれでいいかも。一番コンパクトな機種なんで。わかんない。わかんない。お金使うか、これ。まあ、いかん。まあ、なんか、本当にガチで一緒じゃなくてもいいんよ。よし。まとめて適当に。半ブロックを置き。半ブロック置いてないとこは。なきゃいいぞ。よし。まあ、ちょっとうるさいかもしれませんが。こうして、もし、はい、もし、釣りして、下いる、エフェクトつける、あとマーク、ごめん、ほい。はい。OK、定位置、ボタンを押す。下に落ちる。収益起こる。どこからか音が鳴る。うん、うん、またなんかおかしいな。さっきの残り遠く行ったからデスポーンしたでしょ。さっき、あ、そうか、そういうことね。残りがいると第一フェーズがそいつらに吸われる。まあいいか、もう一回ちょっとつけてやってみるけど、なんかちょっと怪しい雰囲気を感じ取りました。ディフィカリティは、ハードになってます。ハードになってます。いや、定位置につけなくなっている。そう。もう押してきてはいるな。あれだな。ここまでさ、エリトラで来れないから、これもなんとかしないといけなくなる。はい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 。どう？上を覗いて。何もいない。雷鳴り始めた。で、あ、もう大丈夫だなと思ったら人降りる。不吉な予感4ついてる。ゲージはまた下に行った時に復活するようにした。まず。出て、もう一回入らないとダメだね。なんかこの、ここもオリジナルだから。多分オリジナルだから。して、あれ出そう。望遠鏡出そう、望遠鏡。望遠鏡どこだ？どこだっけ？ OK、よし。これを作るぞ。これを作るんだが、まず海を見つけること。海を見つける材料を、集める、ネックなところは、この、氷塊ぐらいかな。この辺でそんぐらいかな。オンパレーター2個ぐらい。そう、ここの部分、高等化オブザーバー使われてたんだけど、オリジナルでやったからなんか、上がってきた時いい感じに乗れなくなっちゃった。もう多分、この、押した時一瞬じゃないからかな。どうする？ここだけちゃんと頑張れば、すごいいいものになるか。ここもちょっと頑張ってみるか。あ、ん？あ、落ち、落ちます。落ちます。動きます。いや、言ってんじゃねこれ。わかんないけど。なんか、若干埋まった感もあるけど。これどう？コンパレーター古代都市から9個だけ持ってきました。あ、ひどくなってるかと思いきや成功しています。ありがとうございます。行きました。よし。最初入るとこが難しいのかな、これ。
入るときなんかむずいな。え、入るとき。うん。入る、一番最初入るときなんでもいいやん。あ、いや、いけるわ。この、浮いた状態、完全に浮いた、ブクブクした状態で、正面に当たれば、はい。難しいです。とても難しいです。あ、いけた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 。落ちる。ボタンを押して落ちる、上がる。いや、この上がった時にちゃんと戻ればいい。OK! もうこれでいこう。これでいこう。ダメだ。これ以上思いつかん。砂部分。砂部分しかないよね。よし。アスクラウド入りましょう。お待ちしました。大変お待ちいたしました。ふぅ、よいしょ。これいきます。海に関しては、オラフくんがブラマイ城を作ってるあたりが海です。で、あと、海底神事じゃねえわ。近い要塞見つけたあたりも海。マグニーさんの鉄ブロック。マグマブロック。マグマが結構一日ちょっと材料を集めつつ。マグマ4ブロック。どっかちょっと置くか。一旦材料をまとめてね。いや、マジでこれが完成しないと村人が報われ、村人が報われない。結局、村人を増やした、増やしたけど、犠牲も多かった。その犠牲の末に村人治療も効果を発揮しないことが分かりましたので、ちゃんとね、一人、村人に英雄を立てないと、あの湖から村人連れてっていい感じになるかな？どっちかっていうと、あっちなのに海が。で、村人を一旦配置してんのがあっちの方なんで。どっから連れて行こう。一旦現場向かいますか。現場どこにすればいいんだ？一応、ちょっと前に作ろうとして、撤去もしてないところ。いや、撤去先した方がいいか。一旦撤去すっか。葉っぱとか別に使わないけど。何往復かしないといけないね。一旦ここ置かしてもらおう。ここ置きます。今のところこんなもんだね。無効撤去してくるわ。ここにね、湖があるんだけど、ここじゃちょっと怖いよな。そう、なんかどこを見渡してももう陸ないぐらいのところに作りたいから、ここはさすがに怖い。これ作るのさすがに怖い。これを片付けます。クワも持ってきたし。で、今日大変だわ、やっぱり。オーロラ見に行くの？カナダに？え？イッテ Q めっちゃ好きで見てたけど、待って、何泊するつもりなの？そのオーロラ。オーロラマジで出んよ、あれ。イッテ Q 好きで見せたけど、イッテ Q 遠泊してた気がするぞ、出なさすぎて。オーロラ見れなさすぎて遠泊しなかった。そんななんか、何週間かわかんなくて。一週間行くから、いや、一週間じゃ出んくね？一週間じゃ見れんやろ、多分。よっぽど運良くないと。もし、ちっちゃい頃イッテ Q ばっか見せたから。いや、長期間。いやー、わかんない。見れなくて遠泊してたら、めっちゃおもろいけど。よ
宗教祭に実施する人、まあまあそういう人見るかもわからんけど。面白い。いや、見れるといいね。それも含めて、ね、ロマン求めているのもだからね。一旦この原型ぐらいをとどめていく。よし、制作予定地、探しに行こう。足場、確かに足場若干欲しいなぁ。めっちゃ雨やねぇ。いや、この徒歩で行ける距離だったら最高だけど。向こう。どうだろうね。どこ見渡しても陸なければもう最高だけど。ちょっと我慢しないといけないのかな。どう？あっちの方がね、ガク君の、あれなんだよね。ルザ君来た。ルザ君、配信後にね、こぞこぞっとね、うち来てというか、うちの村ブッドハウス来て、使おうねって言って、ワイワ寝る。あ、待って、これよくね？結構島なさそう。よくないこれ。かなりいいぞ。周りなんもないところで。これいいぞ。近い。そして近い。そして近い。いや、もうここ、いいよ、ここから見えなくなるあたり、最高じゃないか。あ、もう完璧だ、何も見えねえ。もうちょっと先行くか。最高だ、最高です、ここ。ここにしよう。間違いないでしょう。間違いないと思います。ここにします。でも場所は決まったから、足場作って、教会集めて、材料集めてだな。糸がね、毒蜘蛛スポナーを貸してくれるところがあるから、ここ行くか。糸ないよね。ドズル大橋を通って。あとは、いや、誰も入ってないよね。メッサーか、前用のところに、氷あるんだけど。氷欲しい、氷。取りに行かんといかんかな。氷ね、氷。いや、氷こっちの方めっちゃ行けばあるけど。いや、今シルクサッシ持ってるでしょ。どうしようかな。氷。勝手に取るのは良くない気がせんでもないという。氷もらいましたっていう。張り紙していくか。馬が欲しい。それか車が欲しい、車が。こう、ブーンと行きたい、ブーンと。氷、いや、習ったっけ、氷塊じゃダメなんだよ、多分。氷塊でいいのか。そう、氷じゃダメなんだよ。そう、水を置いてできるのが氷なんだけど、その氷は溶けるから氷塊じゃないといけないはずなんだけど、さすがに竹はそんな入れてない。あったわ。足場。うわ、いっぱいできちゃった。まあ、いや。いや、いっぱい持ってってもなんだよ。これ。使うけど、まあまあ、あって3スタックだろう。
三スタック竹糸縄文をこれもらえるかなんかできてる。ああ、これオラフ君のあれだ、動物園区画じゃないこれ。あ、パンダおる。パンダ。ねえ。確かわかるわ。なんかこの、通路側、動物って通路側から後ろにかけてどんどん山なりに、地形が見せる感じになっとるもんね。よし。あれです。あの、青いのが欲しいです。この下もメスさんと違うんかな、これ。まがまがしいな。あ、ちゃんと整理整頓されてる。一旦もうまだもらってないけど。いや、まあ、あの、氷。ま、下。これ氷だよね。これ氷なんや、多分。氷。これはね、溶けて水になる。こっち、透き通ってない方。これが欲しい。なんか、木か削る感じでいくか。でも言うて、10個でいいし、1スタックでいいや。1スタックだけ。ゲイン。ちゃんと入り口を塞いでいく。自然になるように。はい、はい、かぶり。OK。ズー書いてある。さあ、もう早速だけど、村人を運んでからじゃないと、ことが始まらんということで。村人、他に持っていくものは、いったね、壁かな。真相があるから、いっぱい、多分、坊さんが掘ったのかな。人があるから、それを借り、これか。結構あるよね。だってね、壁、塀？これ塀か。塀が、磨かれたやつか。磨かれたやつ2スタックぐらい。1スタック以上はいる気がする。で、半ブロックも1スタックぐらい。半分に割りたい。はい。で、その他のブロック、1、2、3、4、5、6。建築ブロック相当いるでしょ、これ。ホッパーとかね。ホッパーもまあ、鉄持ってるから、後でいいね。よし、一旦。もう行くか。装備着てく。装備着てくか。何があるかわからないから。いで。あとあれだ、ちょっとソウルサンド、今までね、また去年の話になるけど、去年の月クラワールドはエリトラで旗持ちっていうか、バットを目持った状態で不吉な予感持った状態で乗り移れてたけど、今は下から行くしかないんだけど、村人がいて、で、その上に待機場所で、その上に湧きそうだから、その、待機場所から村人のとこに落ちた時に襲撃が発動しないと、多分なんか上行くまでどっか変なとこ湧きそうだから、イメージとしては、なんかここにね、これ村人、
待機場所だったら、で、これさらに上に湧き層があるなら、もうこう、こう、うーんと、こっち、この辺から、もうめっちゃ遠いとこから上に上がって、葉っぱブロックかなんかで歩いてここに来ないと、まずそうっていう。それはまあ、また考える。よし、現場に向かいましょう。そこに、追加で持ってこないといけないものあるから、往復します。足で。この足で往復します。鉄足りると思うけど。いや、忘れてた。ケーキ。ケーキ忘れた。いや、ケーキエメラルドで買えるわ。よかった。作るの誰だと思ったけど。買うわ。ケーキ買おう、ケーキ買おう。ホッパー付きトロッコとかは作れるとして。ケーキやケーキ。よし。一旦、必要そうなものが集まりました。足場持って、で、建築ブロック。一旦何を持ってばいいんだ？そっか、一旦村人か。だから、どっか整地したりだな。村人を置く場所を作ります。水面が62。どうする？村人以外先作るか。村人以外先やるか。でもね、なんか動くのは確かだから。村人以外やるか。どうしよう。ここに村人を。村人村人。違う。この上にどうやって、どうやってのっけだ。ギーンで、斜めから、グー。違う。シフトしてダメ。ソウルサンド持ってない。21。オールサンド。マジ、襟取らないと、やばいね。やばいね、これ。ちょっと、毎回、あれなので、水引いとこう。ガラス、フェンス、多分、塀もいる、ガラスもいる。全部いるじゃん。あ、ピストンが1個いるんだよね。で、あと、1、2、3、4。これがいるね。大変だ。これは大変だ。正直もう、ここの足場とかぶっ壊したいもん。ぶっ壊して空飛んでそこ乗りたいもん。チェスト付きボート、その辺にチェスト付きボート浮かばしとく？それのがいいかな。よいしょ。ちょっと通過しちゃったけど、ここでいいや。で、ちょっと手持ち整理します。今いらないもの置くでしょう。レッドストーン関係。あ、リピーターとか持ってきてないじゃん。ははは。全然持ってきてないわ。これだけあるでしょ。オールサード持った。リピーター持ってきてないわ。リピーターいくつ？押されるとこね。で、ハンブロを持ってきてない。下にハンブロあるわ。いや、のぼのめぐさん。あれ？こうか。
上から水流しとくか。5分で動画公開。そうだ。配信終わろう。さすがに動画見てほしいので。はい。配信終わります。夜配信できないのよね。どうしよう。動画終わり次第。動画時間終わり次第。ちょっとまた配信つける感じで。終わりまーす。はい。では、動画にお移動お願いします。よいしょ。お疲れ様です。その最中も多分作ってます。お疲れ様でーす。バイバーイ。どうも。そうですね。あら、なんか、あらな。ですね。配信しすぎですね。うん。控えよう。ほどほどにしよう。よし。はい。これ見せられないように確実に出てくるけど、なんだこれ。なんかおかしいのかな。おいーん。入ってみればわかる。進んだかどうかは。はい。起き終わりました。起き終わりました。マグマまで起き終わりました。で、あとは、下のブロック壊して、はい。これ多分、あ、危ない。死ぬとこやったわ。これ水流れてる。あ、いて。これ、作業を。を効率化するためにいろんなところにいろいろ置いたっていう。はい。で、多分今撮ったものがここ流れてきてるから、OK。肝心のね、ケーキとかもちゃんと置きました。置きまして、あとここだね、ここの、装置の概要がわからなかったから抜けたんだそうだ。ここはね、ここの作り方が謎だったので。ここです。これを覚えてください。覚えてください。ここにブロックじゃないわ。レバーでしょ？レバー、下げる。リピート、あー、コンパレーター、ほうだ、片付けついでに持ってこようと思ったんだった。なんだ、ポーチ1個使ってた気がする。ガラスで、どうしよう。待って、襲撃者の塔はどっちだ？待って、あそこに、あれ、方角的にどっちだ？こっちか、こっちだな、反対方向だ。向こう側に、そこからもうめっちゃ向こうの方に襲撃者の塔あって、村人をこっちの方から連れてきて、だから、伸ばすならこっちだな。こっちの方に伸ばしていって、一旦こう、水敷いとくけど、あっちの方伸ばしてって、で、この村人、ここに来る前に襲撃が起こらないようにしないと。まあ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 。一旦これ持ってちょっとコンパレーター取りに行くのと、いろいろやろう。ガラスが足りてないね。
ガラスじゃなくてもいいけどね。葉っぱにするか。やべえ。手で、まず。まずい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 。まずいまずいまずい。あ、でも、アイテムか。ならいいか。あ、オッケー、オブダブダブダ。昆布？昆布、チスト付きボート。この辺でいいか。よし、オッケー。僕ね、そんなアイテム持てなくてよかった。コンパレーター持つ、村人運ぶ。いや、一回試運転できたらいいね、今日。この辺なんでこんな耐えられ何もないんだろう。僕がなんかしたんかな。え、水バケツできんや。いて。いやー、村人、さすがにあそこに放置しとくのもよくないか。持ちに行こうかな。ね、低い位置にあるのが一番ちょっと、ネックなとこやね。この山から下ろしてこれば、かなり高い位置にいるから。いけんだけど。どうしようかなー。できるかなー。あとあれだね。ダメージ増加の剣は作らないといけない。それが一番むずいよ、今。ちょっと起動させてのがいいか。ガラス、ガラス。ガラス、ガラス。よいしょ、けー。あとあれだわ。コンパレータや。コンパレータ行ってきたのに。よし、コンパレータ1。リピーターと間違えてない、コンパレータ、よし。何マス話していいか分からんしな。今すぐエメラルド手に入んないし。まあ、エメラルド手に入ってからやるでもいいわ、もうそれは。ガラスないよね。ないね。はい。村人運べます。現地調達でいいや、いろいろ。トロッコ、レール持つか。レールちょっと持って、あとブロックいっぱい持って、あと釣り竿で釣れば、フグいかんかな。いらないものしまって、うまくいかないかな。あの人を連れてこないといけないでしょ。こっちの湖にいる人。いや、ピンポイントの座標メモってないから結構、あれかも。具体的な座標がわからない。こっちの方なのがわかってる。繋がってないかな、これ。誰の、なんだこれ、なんだろう。いや、つながってねえなー。つながってないっすわー。この目だなー。まあ、一旦つなげますか。で、へです。長いです、本当に。めっさ長いですわ、これ。いで、やべえ。水バケツないと。わ、ヒヤッとする前か。なんか。よし。いった向こうまで。俺のが早い。そんなことない。早すぎ。早すぎる。羊乗っとる。早すぎ。置いてかないで。え。村人じゃなくてよかったけど。事故です。え、なに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 。
もうびっくりするわ、ほんとに。急にダメージ食らうのやめて。あ？どうして？ダメなの？他にモブ乗ってると。あ、しょうがなくなっちゃったじゃないか。ちょちょちょ。本当にさ。金も戻ってるとダメなのか。羊はなんでいけたんだあれ。俺の方が早い。俺の方が早い。俺の方が早い。間違えた。間違えた。まずい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 。見えてきました。細長いですね。ミュートあそこだから。あそこ。ここ。本当にここだから。釣り竿持ってきたよね。釣っていけばすぐだとは思います。この水はなくなってるでしょ。ちょっと寝かしてもらうか。うー、爆上げした。爆上げした。やべ。ああ、落ちてた。惜しいな。やべ。あはん。開けるのが難しかった。落ちてた。よし。ここ。違うの？違うんかい。アホみたいに上に上げて。お、引っかかって、頼む。この辺、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 乗って。乗ったー。乗った。いや、もうこうしたらもう、なんか職業ブロック作れたらいいけど。作れるね。よし。オッケー、完璧やん。はい、で。この真上装置いろいろあるから落雷の心配はないでしょ。できたー。よし。よし。で、一旦ここ上がって、は、まあ、どん、何マス、何マスなんだろう。裏から何マスみたいなのが、わかりゃいいんだけどねー。いい、おるね、おる。おる、大丈夫。多分大丈夫。いや、相当あると思うけどな、これ。ここにします。224-08。085。224-085。224-085。看板が欲しいな。よし、イルカがいるぞ。シート級の速さ見せます。シュー。うわ、誰かが砂を枯らした跡がある。さあ、イルカがいなくなったので無力です。あっけー、あっけー。足りるよね、足りるよね。相当持ってきたけど指おかしくない。そう、まだ、なんかずれてね？ずれてないか。できる。本当に、マジ、ドズンゲリオン2話までいけるレベルで長い、これ。これしょ、あの水はなんだ？あ、今引いてんのか。あー、足りない。いるかいる。なんか、ちょっと戻っても早い。なんなら早い。鉄8個。まあ、いけると思うけど。あ、イルカの方がついてこれないから、すぐ効果消えるよな。
なんでよりによって白樺登るしかないんだ。いや、本当に白樺登るしかないな、これ。途中から白樺住んでやだな。あ、いや、奥に、オークが見える。二ハサミぐらいはやるか。奥にオーク。いや、そんなことしないよ。はい、みんな好きね、本当に。足りるよな。コップ持ってこないと死んじゃうわ、これ。手持ち整理も兼ねて。行こう。誰か旗持ちかくまってないかな。この辺で。全然あの、不吉な予感つけてからあの作業しに行ってもいいんだけど。そうする？トーテムと、トーテム3ぐらい持って。あと、寝れるベッド持ったでしょうね。えぇ。とうとう来るぞ。いよいよです。ネザー行かなくて。去年より効率は落ちてるだろうけど。安全なやつ。安全安全。あと、剣がな、剣が怪しいけど。範囲ダメージ増加ぐらいつけないとまずいかな、あれ。あ、あれ解体してねえわ。燃やしたら一瞬あれ。なんか立ってる。何？あ、動物園に建設予定地。よかった。おい、何勝手に立ててんだみたいな。メスさんに言われてんのかと思った。プラスか？プラスか？あれ？ガチでわからん。1200にいるんだが。ああ、後ろにあるじゃん。後ろにあるやん。なんでこっち通ったんだろう。なんか、コップに詰まっちゃった。痛い。激流でビュンビュン帰りたいな。作っとくのありだな。多分ね、寝てるとはいえ寝てない人がいるから天候悪くなりやすいんだと思うんだけど。わかん。頭持ちいいがわかん。ここもいずれ平らにして。あ、いた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 。出てきました。こいつ一体で。すべてが片付くはず。つかわきつぶししてないわ。わきつぶししてないわ。してないしてない。絶対してない。あそこ。一番下まで降りて上がっていくところ、あそこしてないわ。大丈夫かな。でも下降りた瞬間のわきつぶし無理だから。終わったわ。
ここはあそこだね。ここはあそこです。あれがメスさんの家で、この先に解体してないあれが出てきて、の向こう側だね。よし。来るぞー。やべえ。小指つりそう。ねえか。いや、本当にここ上がってる最中に発動したら本当に笑っちゃうよ。心配です。この。ドズンゲリオン装置。なんとかしないといけなくなっちゃう。かなり村から近いところにいます、今。あれですね、村が。村があれ。長すぎ、本当に長すぎ。よし。来ました。あと上だよね。上の確認して、あと半ブロック置いて、あ、置けてない、置けてない、置けてない。なんならこっちも置けてないの。アウトすぎるだろ、ちょっと。ここね、この上。この上置けてないから。これですね。ここもそうだし、ここもそうだし。なもんか。じゃあもうやってみますけども。ここで寝ていいっすか？ここで寝るわ。エリトラないからね、復帰ができんのよな、ほとんど。一旦これで上のガシャガシャするでしょ。ガシャガシャ動かしてないといけない。まあ、剣持つ。当たるのが難しいと。あ、来た。参ります。ポン。襲撃起きてます。起きてるから OK。一旦合ってます。どう？何が違うかわかんないけど。あ、来た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 。ほい。これ、範囲ダメージはいる気がする、これ。範囲ダメージとアンデッド切った方がいい気がする、これ。怪しい、怪しい、怪しい。マジで怪しい、これ。残りすぎ、残りすぎ。敵残りすぎ。怖い。マジで怖いぞ、これ。本当に怖い、本当に怖い。マジで怖い。マジで怖い。これ剣絶対作った方がいい。どう？終わったっぽくね？終わったっぽい。一応確認できるよね、もう。12。なると早いですね。今、レベル1だったから。できてる？やっぱなんか違う。やばい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 。なんでできなくなってんだ。ダメだ。やばい、終わった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 、助けて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 、降りる降りる降りる、やだーっていう感じよね。あ、いるかいる。ダメだ、剣マジちゃんと作らんと、これ終わっちゃう。マジ死んじゃう。いや、まだいんの？デスポーンは？デスポーンしてない。これデスポーンできるぐらい、こっち伸ばさないとまずいかな。どう？うわ！どうしよう、あれ。あれ、どうしよう。剣作らんとな。ここあれかな？多分だけど、クロックにしないといけないかな？一回じゃなくて。OK。今2回で1スタックぐらい集まってますな。一旦剣だな。これ、もう心もとなすぎる。ちょっと、怖い。本当に怖い、これ。あと、ゴミ箱作ったりするか。一旦ね。めっちゃ気になるとこあるんだけど、このトーテムはなんで、座れてないんだ、これ。あ、いや、トーテム効いてんの、あれ？まあ、いっか。いや、ここに湧いただけ。よし。よし、よしです。はい。ちょっと一旦、これ持ったまま帰れないので、
剥がします。これで落ち去ります。落ちて出してありますよ。はい、これで襲撃失敗。いや勝利になってるけど、まあ失敗です。帰ります。どっちやっけ、どっちだ、あっちか、あっちだ、あっちだ、あっちだ。まあ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 。よしです。多分よしです。剣を作りましょう。剣を作って、あとなんかいるかな。あそこのね、その、いいポジに、いいポジに置いてくれるとこ、あそこを直したいよな。だから、まあ、リピーターだけ持ってくれば、なんとかなるかな。コンパレーター持ってくるか、一応。ねえ。いいよ。成功でございます。剣はまずいち早く作った方がいい。エメラルド持ってくればよかった。何しそうね。エメラルド持ってくればよかったやん。ああ。そのエメラルドで本を攻撃するためのもんでしょうが。最悪普通のダメージ増加修繕。ドロップ像がいるのか。泥像がいるわ。泥像を。あ、範囲ダメージか。があれば、動くには動くから。でもね、旗持ちだな、旗持ち。旗持ちをいちいち連れてくるのが。もう何時？ああ。ここにいる人は何なんだろう。あ、旗持ちいるじゃん。いるわ。ちょっと借りたいレベル。一旦借りたいわ。この旗持ち。もらっていいんかな？そこずっと閉じ込めてるけど。糞おじにするつもりなのかな？旗を背負った糞おじを。まずいね。ノックバックダメでしょ？ラストです。ラストです。ラストです。はい。まあ、出るまで回して、一旦出るまでやって、経験値貯めて帰ってきた方がいいか。あー、来たわ。よし。惜しい。修繕。ダメージ増加。いや、これでアンデッドついたらもう、あれなんだけど、またやり直しなんだけど。28、2経験値か。2経験値意外とね、出るな、アンデッド特攻。出るな、アンデッド特攻。ノックバック、まあまあ、まあいいわ、いい、いい、全然、全然、許容範囲。入れとこ。で、耐久力、腹どこで、今からつけていきますか。修繕。はい、ダメージ。ダメージとか。OK です。OK。耐久力。つけてもいいけど、耐久いらんもんね、修繕つけたら。よーし。できたじゃん。そう、ラフに聞いとくか。一言断りを入れて、やります。やります。いや。普通に剣だけで、効率が上がるのかわからないのと。いや。こいつやります。失礼します。いや。いてててて。失礼します。失礼します。だい。はい、よし。急げ。そう。ごめん、やりましたっていうラインをした。事前連絡、いや、いいって。あ、すいません、本当に。ごめんなさい。でも、あれだね。
自分が作業しててもあんまり見てないけど、なんかあんのかな？逆に月倉で拠点回った時、3拠点で見たけど、やばい、こっち来ちゃダメだわ。こっち来ちゃダメ。危な。危な、危れ。こっち側、こっち側。で、あそこの装置をなんとかしようかなという。はい。一旦上がります。すごいです。すごいです。長いです。で、そこの装置を改造してからかな。ここね、ここを改造します。これどうなってんの、これ。体ぶつけるでしょう。なんか難しい。なんか難しい。何がいけないんだろう、これ。こうやってみる？変か、これ。このね、ちょうどここに打ってるとダメだね。あ、いった。押してみるか。いや、わかんない。これ上がった時なってくれんかったら最悪なんだけど。あ、いや、いけてるか。いけてる。ああ。いけてるわ。ああ。やべ、これ起動してない。起動するの忘れた。危な。どうだ？大丈夫っすか？大丈夫か？わかんないな。大丈夫？押すよ、ポチッ。絆が3ついてます。剣の方は大丈夫そうじゃない？わかりませんけど。あ、でも上がってきたらいい位置だわ。あ、びっくりした。ゾウさんだった。何？ゾウさん死んだ。いい感じだと思わない？これ。結構怖いけど、めっちゃ綺麗。オッケー。いや、これなんかさ、試作と違う気がするんだけど。もう一個手前にチェストかな、これ。手前にチェストなのか。ここにチェストなのかな。上で合ってんのかな。なんか違う気がするな。
なんか違う気がする。わかんないや。ここ、なんか覗いたような覚えない？試作で。試作で覗いたような覚えあるんだけど。一応、ちょっと確認してみようか。ああ、もうすごい、すごいです。エメラルドパンパンです。チェストじゃなくてガラスがいいんだけど、ガラスねえんだな。一旦どっかのガラスをテックしてっていうのはあれだな。こことか。リピーター。リピーター。ほい。ほい。オッケー。ガラスもう一箇所どっかから。これを、ここ。はい。キャッチ。よし。ここか。あれ、なんか変な子いた？よかった？いい？オッケー。これいらんのか？あ、一箇所でいいや。で、不潔な予感。5ついてます。いい、恐ろしい。あと4分ぐらいで私ちょっと終わらないといけないんですけど。あ、オッケー。いや、なんかわかった。もうめっちゃね、左端この辺に向かって歩いていけば、いける気がする。あと、あそこ、あそこ湧き潰ししない。まずい。これ覗けるようになった？ぽいね。終わったのかなっていうのを望遠鏡を覗かないと分かんないですけど、まあ、良さそうだね。良さそうじゃね。どう、いいでしょ。多分なんか下落としたらまずそうなので、アイテムをマグマ組んできてドロッパー作って、なんとかしましょう、また。よし、今日は終わりまーす。お疲れ様でーす。いや、いいもんできましたわ、これは。エメラルド、かさばる量のエメラルド。はい。20ブロック。まあ、この調子ならもう、すぐ、ビーコンが立ちます。ここで来月を迎えられますね。はい。以上です。終わります、今日は。お疲れ様でした。明日は火曜日。ま、時間作れば夜配信できるかな。では終わりまーす。お疲れ様でーす。バイバーイ。ちょっと待って。やばいな。本当に時間なっちゃった。終わりまーす。バイバーイ。こんばんは。やります。やるよ。ですね。今日はね、特にやること考えてません。効率を測るぐらいです。例の一部オリジナルトラップ。よいしょ、こんばんは。今日は今流れてるファンアートのスライド一新したんだけどさ、なんかチョコパイのファンアート書いてくれてる人いたけど、多分みんなの中のチョコパイちょっと、多分認識が違うなと思って。この前、ウォーデンに倒されてた時に食べてたチョコパイは、あれです。なんか、ちゃんと生地から焼いてです。どうだっけ？ちっちゃいチョコパイ。こ、梱包にされてる、袋のお菓子の方ではなくてね。スーパーに売っとろんよな。スーパーに。普通にスイーツの方のやつ。パイの実ではない、パイの実。パイの実ならパイの実って言うわ。そう。いや、なんか、ファンアート書いてくれてる人いたけど、ちょっと違うんだよなと思いながら。やりましょう。はい、作らん。うぅ。飽きた、よし。めちゃくちゃ音を落としてます、今。主音量めっちゃ落としてます。来ました。主音量としてました。あ、なんかみんないる。帰宅部、過去、休業さん以外と、さんちゃんこおりますね。はい。
まあ、ただいまこんな感じです。まあ、ここに修繕つけて、で、これにも修繕つけてる。で、まあ、適当に今日、撮影、例のごとく撮影あったんだけど、撮影の合間にも入りましたと。はい。いらないものはしてます。いらないもの。いらないと。はい。いやね、ゴミ箱を増やしました。暮らしてますもん。いらん。いらなすぎる。音めっちゃうるさいんで、下げてます。はい。で、いろいろ書いてみたけど、もうね、座標で言うとみたいな。そう、水の上にスニークしながら乗ればね、いい感じに、乗る、スニークスルー、乗る、ほら、ぴったりいけることが分かりましたんで、ここに書かせてもらいましたけど、誰か来るかな、これ。はい。で、ここ、ね、これ、今、オンになってるけど、これ下げる。これ下げるでしょ？で、もう帽子皿だけど、まあ、これ光らせることができることが分かったので、はい。ベルを貸してもらいました。で、5ついてますね。5、5、5ついてます。5、5。で、エメラルドブロックはまあいっぱいあります。ルザ君にね、なんか1スタックぐらいもらったから、1スタックぐらい返したいから、ルザ君用のエメラルドブロックやろう。ああ、はい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 。はい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 。白い粉してます。オーケー。ここにエメラルドないね。エメラルドないことを確認し、今から1時間参ります。ただいま、25分。1時間か。30分しとくか。30分しとくか。しまーす。いや、途中でね、あれ、襲撃失敗することあるんだよね。このベル鳴らすの忘れて上にまだモブが残ってるのに下行っちゃったら終わっちゃうんだよ、襲撃が。光らん、あ、光って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 光った。光ってるはず。上見てる暇ないですね。一応これを見ておけば、もうね、左上の E のところがもう見る見るうちに増えて、今切って減ってるけど、それがわかるんや。30分にしよう、30分に。20時55分までやります。20時55分まで。鳴らして大丈夫、光っとらんことを確認時。旗。英雄もね、なんでついたんだっけ、これ。で、ペペロリさん、カラマモさん、資源バトル借りてまーす。今、右からピストンで押してるから、左に若干寄るのも分かった。あと、こうやって、勝手に落下死していくから、ワンチャン勝手に死んじゃう人たちの中に、全員旗持ちが固まってた場合終わる、この襲撃。これね、急にここの値が47、57、70、78、94、100超えた。上に多分90体ぐらい湧いてんだろうな、これ。落下死防ぐためには、ピストンのガシャガシャ早くしてもいいのかな？まあもう、必死に殴り続けます。いいよ、あ、旗持ちついた。このね、旗持ちつかなかった時、全部倒して旗持ちつかなかった時は、もう全勝基地行くしかないから、困るんですよ。あつから始まって死んだことありますか？あります。最近、ウォーデンにやられました。だいぶそうだよね。村の英雄、5。前に作ったやつとの効率は、まあ、同じもん、ようなもんだよね。わかんないけど。これ本当は、もう、ここで固定して、なんか、オートクリッカーとかで、そう、1秒に1回クリックしてくれるように、
それやっちゃない。これ鳴らしてみる。やばい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 。落ちてくるからあんまり上向いてられないけど。海外の動画参照してるとのことですが、言語はどうされてますか？これは普通に日本語訳してる方いましたけど、他の動画に関してもね、なんか手順そのままやってけば、リプレイモッドでめっちゃいいアングルから撮ってくれてるから、そのまま作れば使えるようになると思うけどな。トラップ楽しいな。一方的に殴る感じで。大丈夫、光らんね。オッケー。落下がタイマーになったかの違い。まあそうね。あとオブザーバー使ってないぐらい。味噌汁一人分はね。いやもう一回作ったけどさ、残ったやつをさ、また温めて飲んだらめちゃくちゃ酸っぱくて、もう酸っぱい、味噌汁酸っぱいってダメになってる証拠なんだって、その時初めて気づいたんよ。なんかもう、インスタントでいいやと思って。インスタント、アサゲとか美味しいよね。すなさん、おそこでーす。ありがとうございます。30分でエメラルド何個集まると思いますか？わかんない。わかんないけど、1回あたり、この襲撃1回あたり、いくつだっけな。それなりに集まってたから。チェスト2つそこにあるんだけど、なんか偏りあるし。始まって17日。でも折り返しの折り返しだし、もう、ネザー解禁も近いとなると、もうワクワクなんだが。死ぬことも取れ高になるから。いや、そうなのよ。いや、無敵。もう動画勢の人とか特に、トーテムいっぱいあげて、ね。うわーみたいな。危ねえ、危ねえっていうより多分、見てる側としたらさ、ね、死んで、全ロスみたいな、そういうヒヤヒヤあってもいいかなって思うんだけど。あんまわかんない。こうサバイバル動画撮らないかわかんないけど。見てる側からするとね、うん。トーテム持たんで、ナオミで戦ってって思っちゃう。ビーコン、ビーコンはすぐ立つでしょ。多分。いや、ウィザースケトラップはもう、絶対作る。ゴーレムトラップとかはマグニーさんに任したし、あと、クッキーさんはスライムトラップ作ってたけど、まあ、ああいうのはいい。私は絶対にウィザースケトラップを作る。今のが安全に見える。まあ、やっぱ生き残りいるとね、この1回あたりの襲撃の時間を測って、それプラスちょいみたいな、結構安全にしてタイマー組んでもいいけど、今度の建築部参加しますか？予定があっていたかな。カレンダー見たまで覚えてるけど、ちょっと確認しておきます。なんかしたいけどね。あと10分。え、もうそんな経ったの？マジで、雑に雑談しかしてないんだけど。たまたま今日2年前のオンクラのジャスケトラップ見た。いや、あれもね、あれスイッチで作ってたわ。全然なんかパソコンでやる感じでもなく。スイッチで作ってたな。それとは違うしね、ジェバ版。あの頃は、統合版一本で行くぜとか言ってたけど、違う、間違えた。大丈夫でしょ。マイクは変わってるはず。あの頃なんか、ヘッドホンについてるとかでやってたんじゃないの？あ、それはないか。え？あ、やっちまった！やっちまいました、多分。あ、やっちゃったー。多分残りがいる状態で、これ、ベル持ってあげた方がいいのかな、これ。多分残りがいる状態で、今、始めちゃったんだと思う。残り1体だけ落ちてきて終わった。あうち。あうちあうちあうち。
まあ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 。待って、え、ここまで溜まってんの？やば。三つ目のチェストに差し掛かってます。すごい。20分ですね。ほんと20分だけやった結果です。20分。20分の結果。ちょっと羽もうちょっと上にやるか？ガラスないとちょっと上付けに行けないんだけど。こうするでしょ？ガラスがあれば。ガラスさえあれば。ガラス。どっか1ブロックないか、ガラス。上いるかな、これ。どっかガラスないかな。ガラス取りてえな。ガラスねえな。ガラス持ってくるしかないかな。よし、これだろうか。燃えたり、あ、燃えたりするわ。ちょっと、やべやべやべ。よし、まあ、いいや、メラルド置いて、まあ、一旦この辺は、先に、旗とかいらんでしょう。トーテム捨てるぐらいならって言ってたけど、捨てるしかないんだよ。あ、そう、上からやらないとダメだ。やっちまった。上からやらないと、だんだん下に下がっていくから。はい、トーテム捨てます。捨てます。何が言おうと捨てるぞ。トーテム捨てます。なんか、マロ君がなんか言ってるけど、トーテム捨てます。トーテム捨てます。ここに置いとくのあれだけど。そういうか、ここまで来たら、持ってっていいようにするか。ちょっとチェスト用意しよう。あれだわ、旗持ち、また持ってこないといけないわ。旗持ち連れてこないといけない。連れてくるじゃねえわ。よいしょ、ちょっとイルカで。イルカーして、ルーザ君が落ちた。よし。いや、まあ、2チェストぐらい。いや。もう2つ作って、クラムを入れとくかな、ね。してるとすっからかんですね。あ、エメラルドが、ものの20分で、ものの20分で、お。こんなもんですね。64ブロックと1スナック。なんでこのちょうどいいんだろう。20分でこれです。最高でしょ。もうちょっとか。本当に、1時間動かせば、ビーコンは立ちますね。はい。まあ、とりあえず、ちょっと、ルザ君にあげに行こう。まあ、あと会った人にちょあげよう。そして切ってあるよね。ここの、ガチャガチャをちゃんと切れば、重くはならんはず。しゃあ。明日コラボカフェ行ってまいります。ありがとうございます。なんか普通に、緊張しそう。自分でも、なんかそういう、なんか、推しができたことはないんですけど、そういう他の、グループのコラボカフェとか経験してる人は、まあ、なんかこんなもんかってわかるかもしれんけど、しょっぱな行ったら何していいかわからないな。よし。ブロック持って、言うてなんか1時間やるって最初言ってたけど、1時間ぶっ通しでね、やってたら、3ブロック、27スタック以上手に入りそうだね。おさんの眉毛、よくねっていうか、まあ、オラフ君勝手に使ってくださいっていう感じなんだけどね。馬ね、馬欲しいんだけど、どうしよう。オラフ君の馬と交配させる馬がいないと。どうぞ進んどうかな。おお、なんか滑らかになってる、ここ。明日楽しみにしてます。おお、すごい。いや、おしゃれー。
おしゃれだわ。なんかこの橋の下絶対、橋の下に船作りたい、これ。橋の下に旅客船作りたいわ。許されたら作ろう。何？誰かいた気がする。あ、エンダーマンか。びっくりした。びっくりした。あ、ヒカクさんも来た。みんないますね。全ロスしてしまった。そこのあなた。鉄ご自由にどうぞ。おー。粘着ピストンが、欲しい、あなた。ほう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 。ついでに書いていくか。俺も。エメラルドが四股玉欲しい、あなた。ここへどうぞ書いてこう。ふん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 。お兄ちゃんだ。どうも。お疲れ様です。おじでーす。お疲れ様です。ルザ君いますか、ルザ君。ルザックくんいるよ。いた。ちょっとルザ君にこの前、エメラルドブロックもらったから、ちょっと、押し増やしまてす。返そうと思った。あねー、この前はどうも。え。ああ、やっおー、た。めっちゃ持ってきてる。すごい。え、なんすああ、と、待って、やこれ、こっちの。った。何個あんの、ジェそスれ。タックもらった。えぐっ。倍ぐらいになって帰ってえ、やきた。ば、でっか。やったー。あ、いる、ごめんしょう。はい。バズってる。ありがとうございます。3個。3やった。もうみんなで使っ5てく個ださもい。いららっねえよ、カーたわ。ペット。この お前、返ししょぼ。あ、そうか、この前、あれか。トールさんと5個だったから、あ、5エ個メラだルドかブら、ロック5も5個個。なのあ、か。じゃあ、甘栗ありさん、がと甘う。栗さんね。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。30個で。なんやっで？た、え、なんはで？え、なに、なんかさ、全然10日、人で選んでるよな。ふ、いろいろ、いろいろ、いろいろ。もうみんなで使ってくれればいいですか？はい。ああ、ありがとうございます。はーい。じゃやったー。失礼します。じゃあねあー、りまがたとう。ねちょ、看板ないけど、まあ、これでいくわ。あ、違う。エメラルドが欲しい、あなた。250のマイナス1080お待ちしてます。うさんくさ。よし。買い物しよう。英雄だし。英雄16分。まあ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 。おお、びっくりした。おお、車に轢かれるとこだった。ヘイ！轢かれるとこだった。いやー、ちょっと先日はどうもありがとうございました、エメああ、ラルどうもド。どうも。多ちょっ分、とまあ、エメラルド配信ね、でちょっやっとてないから前。全然みんなわかんないんだろうなっていう。え、なになに？いや。うちの配信ではやってないから、あ、多分伝わらないな。確かに。確かに、昨日ね、夜に、エメラルド、マジで64個、ワンスタックちょっといただいたんでね、ちょっと、今日はこちらの商品を、ちょっと持ってきました。なに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 。こちらの子です。これちょっあ、と乗こっってくち？ださマい。ジか。やった。はい、これ乗ってくだまさい。だ。お、いいよ、早っ。それなりに早いで早しくない？ょ。早く。やった。あ、ジャンプ力も1マスより高ければそう。いいもん。まあまあ、多分3マス確かいけた気がする。これか。そう。一応3マスは確かいけあ、た気がする。あ、やっほらほらほら。たー。ちょっとまだからだ。馬が欲しいっていう話をちょっとちらって聞いたんでね。やった。あざまちょっとす。まあ、ちょっと頑張って走ってるところ見るのも、まあいいかなと思ったんだけど、あげます。やった、あざます。やったー。まだ。いや、この、あ、ドじゃあ、ブロこ走。こ勝負してみる、ここ。いきますか。用意ドンがどどうっちしの方が早いんだろう。はい。う。いきます。位置について。用意。スタン！いや、わあ、そっちの方が早い、そっちの方が絶対。なぜなくらこそ。いつは親だからな。そろそうか。あ、でも、いや、俺全結構然、最速なんだよね。全然早い、全然早い。やっでもた全然早いな、やっぱり。あ、よかった、よかった。ー。そう、ちょうどこの倉庫の下に温泉なり駐馬場なり作ろうと思ってたから。あ、そう助かなりの？まあ、このす。下？ここ、ここ。いや、よかった、よかっやった。たちょっで。と、それちょっと使っちゃってください。あざまし、やったー。
じゃあちょっと私はちょっとこの後用事があるので。あ、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。さよなら。やった、どうしよう。一旦そうだね、常にもうリードを持たなければいけない時代になったな。やったぜ。あ、本当にそれだけやりに来てくれた。やったー。オラフ君とこどうだろう、ことか。よし、迷いつけてどっかにくくっとくか。これいいか。一旦チューバ場作るか。せっかくからこの倉庫近辺をもっと充実したものにしていきますか。ちょっとエアコンがつ人ズンゲリオンでいい却下。まず本がいるね。英雄が残り8分。帰れなさそうだな。ショッピング。よし、他はあるかな。一応これ5だもんね。パンチとか買ってみればよかったな。名札買っとくか。名札が3あるけど、マックスまで買っちゃおう。名札6枚で、センキュー。よし。はい。ギラギラです、手持ちが。じゃあ、ここから延長するか。あんたさらに安くなってんの。お、すごい。修繕多いな。耐久力に、一旦土をつけようかな。アンデッドトッコでしょ。高っ。どれつけても買わない。修繕、アンデッドトッコ、ドロップ増加、耐久力はいいでしょ。だから、範囲ダメージ増加。完璧だ。あ、本くれた。英雄です、どうも。錬金ができるわ、これで。よいしょ。1個くれたことによって。ほら。一冊本をくれたことによって、あんたの懐がどんどん。ああ、もう、1エメラルドが。27冊になった。本27冊になった。1エメラルドが。また後悔しないでしょうね。で、あれだ、クワだ。クワに視力タッチつけようと思ったんだ。あ、火属性忘れてた。火属性。で、もう30減ったの、やば。火属性。はい、19。最強の剣できました。名前つけちゃおう。名前何にしようかな。あ、もう30より、30切った。何にしよう。名前つけるの32コストかかるわ。いや、これがあれでしょ。これとこれ基本この2つでしょ。ちょっと違い分かるようにしないとな。よいしょ。クワね、クワに修繕とあれとつけたいな。修繕とシルクタッチ、シルクタッチ。また本くれたの？え？もう買ってほしいの、そんなに。あの割には本棚くれなかったな。エメラルド。修繕耐久力はね、どこ。まあ、この辺はしまっておこう。ゲイン。
いい子にものができました。おしまいます。まあちょっと今からちょっと建築しようかな。その前にお腹が痛いのでトイレに行きます。すいません、お手洗い行きます。よいしょ。はい、他のアツクラ配信に移動しても大丈夫です。ちょっとお手洗い行きます。戻したー。大丈夫です、大丈夫です。晩ご飯結構山盛り食ったのあります。よいしょ。配信画面、今日も今宵も陰率がすごいですね。ね、望遠鏡何かといつも持っていいかなって思った。これがいらないね。さあ、何すんやっけ。一旦名前つけようかな。何がいいかな、名前。名前候補募集中。募集、名前募集。お前、まあ、色的には灰色に白ポッチ。バロ君からもらいました。うん。ティラミス、わかんない。うん。うん。バナナ、バナナ要素にな。僕何があるかな。マロくん、マロン栗っぽいからだよね。みんな栗まんじゅうとか言ってるけど、ちいかわ通ってるからな俺。絶対切れないんだこれ、すごい。あ、切れた。何があるかな、全然関係ない名前でもいいんだけど。うーん、なんかあるかな。なんかあるかな。全然ね、思い浮かばない。全然思い浮かばない。いいかな、スピードスター。いっちゃん速くないからね。マロ君の方が速かったっていうのもあるから。まあ、速さじゃなくていいけどな。よいしょ。あ、どうしよう。マジで。いっぱい出してくれてるけどね。ピンとこねえ。何もピンとこねえ。どうしよう。シュマロ、マロくんも入ってるけど、シュマロいいかん、それでそれでいいかん。あー、どうしようかな。マシュマロがありだな。マシュマロ、マシュマロでいいかん。一旦食べとこう。まあね、あんまり悩んでも次のこと手つかないので。よいしょ。まあ、ひらがな。オッケー。いや、
シュマロです今日から。一旦まあここに行ってもらうけど、でもね、馬小屋ちょっと作ったことないですけど、いやそんなことないですわ。馬小屋ちっちゃいからね。ここに作ります。ここに一旦敷地だけ確保しよう。敷地だけ、ここからまあなだらかにしていく感じで。シルクタッチやね、シルクタッチ。よし、ここからちょっと今なだらかにします。一旦データ骨焼き、データ骨焼き、はい。ちょ、5人分置けるように指定しとこうかな。5頭並べられるようにしておきます。一応予定としては。これでもボコボコすぎんだよな、コネクのせいで。コネクね、どう撤去すればいいか。こう流すじゃん、流す、つく、こうするしかないんだよね。こう水流にぶつけていく。マジここ誰も得しねえもん、ここにあっても。ここのコネ駅全部コネ駅、これやめたわ、やめた。やめます。いや、この高さに合わせてもいいかもね。ちょっとこの高さに合わせるわ。一旦埋め立てよう。雪で埋め立てる。あ、でも埋め立てたら埋め立てたらなんか若干ね、自然感なくなるから嫌なんよな。馬小屋ってどんな感じ？屋根なくてもいい気がするな。屋根平らでもなんか成り立つ気がする。なんとなく。馬にかけたダジャレ言ってください。馬が埋まった。ドズル咲く。馬が埋まった。癖ってありますか？どうだろう。口癖なら配信見てるみんなが一番分かってんじゃない？いつまで配信しますか？一旦まあ馬小屋できたらかな。それで温泉作れたらいいけど、なんかハンモとか行ってね、なんか温泉に浮かべるものとか、周辺の草木のアイテム取り行きたいけど。雪降ると平らな山だと滑る。なるほどね。雪かきできないのか。そこは考えた方がいいか。雪降るもんね、まだここ。もうちょっと下の方行ったら雪積もらないけど。これは？あ、これ幸運だったのか。屋根は普通にするかん。よいしょ言ってる。よいしょよいしょ、口癖かもしらんわ。一旦ですね。これは？これ半ブロックでしょ？ 5 個でしょ？表。いや、どうしよう。歯じゃなくてのね。わかったわかったわかった。イメージついたぞ。歯じゃなくてのの。やね。なんかこう横中のも横わからんから、こっち伸ばすか。
どう？昔ここにめっちゃストレインなりクリーパーなりいたけど、もう開かなくなってるね。どうしますか？奥側は別になんか、なんていうの？天井を見上げたら、フェンスみたいな。ちょっとここ張り巡らす感じで行こう。発展してきたね。ヤギおるわ。ああ、最近おったわ。どこだっけな。最近ね、気づいた時に折れてなければやるようにしてるんだ。角笛、角笛。この辺なかったかな。宝箱かな。この辺多分自分で行ってた。ぷぷぷーん。ぷぷぷーん持っとこう。ぷぷぷー。角折れたやつはデスポーンしないのかな。ん？なんこれ？何？なんだあれは。あれ？あ、壊してしまいました。ごめんな、サンダー。ごめんな、サンダーだって。なんか、すごい、いろんなもの入ってんだけど。まあ、直しましょう。ピストンは壊れてないね。はい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 。そういえばオラフ君も壊してたな。ちょっと同じ香りがするぞ、二人。うん。あれ？なんか違うか。下か。なかなか染みないけど大丈夫かな。なかなか染み。何これ？サンダーのポテト。美味しいよ。なんか書いてありました。サンダーのポテト美味しい。なんかかさばると思って。名前ついてた。よし。わびも、わびしならぬわびもか。食えな。ポチポチポチ。これどんぐらいやればいい？パワーブロック1スタックっていうと、もう、9スタックでしょ。パワー9スタック。パワー小麦9スタック。難しいですね。なんか模様違うやん、ちょっと。何のためにクワ作ったんだ。クワ持ってこいよ。クワ持ってくるわ。ユニチがすごいですね。美味しいよ、サンダー。こう入れときます。クワ使います。スカルクセンサーはまた使います。Thank you です。バケツ。ピンカチース。お。チーズと。オーゲーン。うわお。お前さ、どんなもんなんじゃいと。ああ、すごい。よし。D。4マスぐらい欲しいじゃんね。現状、頭ぶつから。
高っ。さすがに高いわ。もう1マスずつぐらいは置いてなさそう。置けませんでした。これさ、ちょっとこっち、ここから右側とここから左側で分けるわ。で、ここの、ここの 3×3、2×2か、3本、9本か。3×3 の9本に関しては、こうするわ。こうします。いや、違うな。こっちに関してはこうして、こっちに関しては、こうするか。何を言っとるんすか。5箇所だから、5箇所で1、11個作る、11個。10個、11個。一旦奥だけ受けまーす。エラーでコメントできない?なんで?どうした?ちょっとわかりません。こちら側では。もう一個。大体わかった。いや、こっち側、こっちの 3×3 のこっち側をね、高くする。って言ったらいいかな。ちょっと一旦逃げんように、逃げんようにってのもあれか。よいしょ。こうして、隣との壁これでいいかわかんないけど、よし、マシュマロには来てもらいます。お前らなる、まあ君だけではない、落ち着くんだ。こうなりますでしょう。こうするでしょう。大体この高さだよね。なんか来たんだけど、逃げよう。あとね、ここはアウト?あ、全然いけるじゃん。そこでもいいのか。どうしようかな。よし。困ったら飛び出せれば、出させれば。で、こっちとは分けるので、ここはまた上に伸ばします。で、ああ。原木が足んねえ。すぐなくなる、ほんとに。あ、もうないじゃん。もう絶対完成シーンは。結構掘ったと思ったけど。カラオケさすがにダサいよ。さすがにダサい気するけどな。
いきなりここで5色のカラー入れ始めたら。うん、床感欲しかったんだけどな。ここだけ看板貼ったから全部貼るか。よいしょーん。看板上に飾るんでしょ。ああ、いや、こっちか。こっち側はもう、なんとかしないとな。あ、もう、めちゃくちゃ敷き詰めちゃうけど。なんか、天井低いな。天井低いな。こっちは、こうすりゃいいけど、ここにランタン入れる。こっち、置いとくか。置いとこう。無限に足りないよ、もう。木材、追加で掘りましょう。満を持して。よし。こっち側作ってないからね。内装はマジで後でいい。内装作っちゃってるけど。コップンと、コップンと、苗木、コップン苗木、コップン苗木。コップン苗木、コップン苗木。向こう持ってっちゃったね。なんか温泉とかさ、言うて建築することないけど、素材がいっぱい使われてるとおしゃれになりそうよね。馬小屋の隣に温泉とか、なんかそれっぽくない？山まではるばるどうもって感じだけど、この辺ね、この辺、こっちもちょっと川全部向こうかな。いや、倉庫との統一感を出したいから。どうしよう、もうやり始めちゃったらもうやらないといけないんだけど、やるか、やるか、また後でやります。川はぐ仕事。足りないな。足りないわけじゃないのか。足りないな。もう一枚してますか。よし。ポン。結局このさ、丸太飛び出せするやつ、全部にやってる。あっちにもやってるし、あっちにもやってるし、なんかいるし。どうしよう。よし。ここから、こうだね。こう、下ろすので。こうまたあんな感じだよね。あん。こうですね。で、あ、どうだったっけ。じゃあ、それか、いきます。パリネイヤ。いや、倉庫とつなげるの無理っぽいから、やめようかなと思って。つなげたところで馬小屋までは行かんし、
まあ、外出ればいいやんって思っちゃうわ。ここでしょ、ここから入れるんする？ここからね。ここだけだけど。ここからなんかできるようにしようかな。ここボコボコするようになっちゃうけどね。ここだけなんかしようかな。また後で。一旦屋根作ろう。椅子、椅子。ガイスーイスー、うん、はい、こんだけで誰も寝ねえよ、ちょっとまあいいけど。よし、最後ここ出っ放しちゃダメかな。どうだ、屋根ここつかないんだ。よし、あ、でも良さそう、良さそう。大丈夫そう。よし。引き続き、引き続き、引き続きどうしようかな。一旦、剥ぎます。皮を。やり始めてしまったので、もう後には引けません。めっちゃ下まで伸びてんだけど。よし、大変ですねこれ、めっちゃ大変っすわ。いや、なんかこれやることによってちょっとマングローブが馴染む気がする。ダメした。開けとこ。誰が入ってるわけでもない。ここ別に覗きもしないし、何があってもいいか。ここ普通に埋めるか。で、下からランタンつき。OK。いいね、いい感じ。まず内装はまだない。これも内装だわな。何を言ったの？この辺に大釜とかね、裏服のとこもなってたな。真似しよう。ごちゃつくか。
で、上どうしようかな、上。上を。ここなー、ここすごい違和感なんだよね、これ。変かな。もう後ろ見ないからいいけど、さすがにこのつなぎ目見えるのは良くないから、こうしよう。こうします。多分 OK。多分。今ここ塞ぐわ。これでいっか。なんか変なんだよな。わかんのか。ここって取ったら全部取れちゃうかな。あー取れちゃうか。悩みますね。ここえ暗いね。ガンマ落とすと知らなかったらもういいか。よし、これもいいや。くらくら。あ、夜過ごしてくれた。2階どうしよう、マジで。ガラス。一旦こんな感じでやっとくけど、下ちょっともう石レンガにしよう。誰も見上げんというところで、なんかぴったり、なんかぴったりやん。これしょ、何しようかな。なんか天井もな、低いしな。来るかと言われたら多分来んもんな。やべえ、変だ。どうしよう、ここ。こっちはどうしてんだ？こっちはもう一マス出っ張らせてか、やろう。さすがに変や。ここ何置けばいいんだ？全然わかんねえな。何があるもん、ここ。何があったら正解？正解なんてない。どうだろう。ゲイン、ほぼ金。よし、自分待ったね。お隙間だけどな、相手の。もうあと全員方位から見て良ければ OK。 いや、いい感じに積もるな。この屋根に階段つかないといい感じに積もるんだよな。ぽいです、めっちゃぽいです。 あとここか。焚火ってどうやってつくんだ。焚火でワンチャンいかんかなと思って、あ、ぶっ壊しちゃったけど、しまってきます。反省部屋、反省部屋か。ほう、もっと上でいいや。これでいこう。あ、これでいこう。うん、
1,2,3 あと7か。オッケー、完成。今小屋です。てってりー。返しとこ。でけたー。雪の日にシーダー入れたことないけど。おお。雪の日のシーダーすごい。すごいです。すごいですわ。あ、ぽいぽい、すごい、シーダー入れるとぽい、3軒映っております。私の家でございます。私の家は1軒も作ってません。すいませんでした。眠くなっちゃったわ。よし、終わりますか。他のシーダーだとどうだろう。シーダーね、いろいろあるんだけど、こっちかな。うん、ガラッと変わるの。おー。いや、ランタンの明かりが眩しい。この雪の中でも。吹雪すぎて先が見えない、これ。すごい。はい。マシュマロでございます。いいね。ハリーポッターみたい。わかるわ。もっと密集させたいね、お家を。密集させるってなるとね、すごい同じような家ばっか作るからね。あれが光っとる。あれ移動させるか。シェーダーはいいね。何を作っても良くなる。うん。あれ、なんか外に出てんだけど。どうでしょう、ね、これ使ってくれるといいな、ここ、みんなが。では終わります。お疲れ様です。はい。今、このメンツ、配信してんのかな？配信したり動画撮ったりしてると思うんで、はい、ぜひ、アツクラ配信に、見たりえんよっていう方は、ご移動お願いいたします。では、お疲れ様です。よければ、高評価、チャンネル登録お願いします。というのも、もうちょっとで38万人だった気がするから。はい、お願いしまーす。では、おやすみなさい。バイバイ。本日の切り抜き放送はここまで。ご視聴ありがとうございました。ドズル社放送部へのチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。またの放送をお楽しみに。